ソフィア地下鉄は、ブルガリアの首都であるソフィアを走る地下鉄。2020年現在、3路線、43駅、総延長は4 8 0トルである。聖クリメント・オフリドスキ、ソフィア大学駅ソフィアにおける地下鉄計画は1960年代から存在し、1970年代から1980年代初頭まで一部の駅では、 工事が行われていたものの、実際にメトロが開業したのは1998年1月のことだった。その主な理由としては、それまでは地下鉄に対する需要はそれほど大きくないと考えられていたこと。そしてソフィアは古代から続く都市であるためその地下には多くの歴史的遺物が残されていることが挙げられる。そのような古代の遺物は、 例えばセルディカ駅の構内にくっきりと見ることができる。ここには古代トラキア、古代ローマ帝国、そして現代の構造物が同じ空間に共存している。1998年1月28日にメトロの最初の区間が開通した。その時の総延長は6 5トルでスリブニツァ大通りからリューリンを通って、 コンスタンティン・ベリチコフ駅へ至る5駅の区間であった。その後路線は東へ伸び、オパルチェンスカ駅は1999年9月17日に開業、セーネデリア教会にほど近いセルリカ駅へは2000年10月31日に延伸、総延長は 8.1km となった。一方、西側へは2003年4月にオベリア駅まで延伸した。 聖ネデリア広場にあるセルディカ駅から市の中心部を通って路線はさらに東へ延伸され2009年にはムラドスト駅まで延伸2012年8月にはまで延伸開業した2015年にはソフィア空港までとビジネスパークソフィアまでの路線が完成したまた南北に走る2号線は1号線のオベリア駅からソフィア中央駅 国立文化宮殿駅を通って、ジェームズ・ブーシエール駅へ至る路線が2012年8月に開通した。1号線と2号線は、オベリア駅でつながっており、相互直通運転を行っている。ソフィア地下鉄運行路線図セイクリメント・オフリドスキ、ソフィア大学駅セイクリメント・オフリドスキ、ソフィア大学駅、ムサゲニツァ駅セルディカ駅国立文化宮殿駅、ラボフ橋駅。 オベリア駅、ムラドスヒト一駅間は1号線の路線だが、2号線も乗り入れている。1号線単独の区間は、ムラドスヒト一駅、ビジネスパーク、ソフィア駅間のみである。1号線区間である、オベリア駅、ムラドスヒト一駅間に乗り入れており、2号線はその先の、ソフィア空港駅までの運行となっている。2020年8月26日開通。ライン3オブ。 ソフィアメトロスターズオン26オーガスト2020 www.metrosofia.com 2020年9月3日閲覧ありがとうございます。